おりゃー。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚引き、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレットバイオレットの発売までに抽選パで全ポケモンを活躍できなければポケモン引退。なんだこのパーティーなんだこのパーティーですけど、皆さんこれボスゴドラの強さをちょっとね、これは見せれるチャンスなんとちゃうかなと僕は思っております。これウロスやばいっすねダダオギギギアルボスゴドラ、これで一回戦ってみようかなとは思うんですけど、うつろいでた方がいいかな。対戦よろしくお願いします。今回の選出はうつろいとダダリンボスゴドラ、この3匹で戦っていこうと思います。まあ選出理由としては、まあボスゴドラのモロハの頭突きがバカみたいに刺さりそうだと思ったからですね。はい、まあこれがまあどこまで強いのかっていうところを皆さんと一緒にまあ見ていけたらいいかなというふうに僕は思っております。ということで、多分ですけど僕の経験則ハピナスは、ボスゴドラで当てるだけ当てたら勝ちだと思います。おい、モロハの頭突きの PT こういう時に増やしとかんかったらあかんやろ。あかんで、それはもう、まあ、ここデンジャーも全然されていいです。相手のポケモン全体的に遅いんでね。はい、ステースショックで、まあ、これ頑丈が潰されていってしまいますが全然問題ありません。はい、なぜならボスゴドラ今回の特性は石頭だからです。はい、でこれでモロハの続きを飛んでくる。そしてこだわりハチマキを持っているので、ハピナス程度のポケモンであればまあぶっ飛ばせるというわけですよ。バイユール、さあバイユールがこのハチマキモロハの続きマンを普通に耐えきることできましたね耐えきることはできましたが、あなた回復技ありましたっけ。さあここは相手ハピナス安定場面なので交代します。まあここは相手がねバトンタッチを決めてくるとは僕は全くもって思えないんですよね。ちなみに決めてくるとやばいです。はい、さすがにないと思うけどね。オッケー、これで相手は、バイユールってね、弱点が1個だけあって、それが、回復技が眠るしかないんですよ。そう、眠るしかないっていうところが、一番の弱点でして、そう。これによって、まあ、バイユール出てくるわけですね。眠る持ってる？なわけないと思ってますけど、いや、さすがにないと思うけどね。おりゃー！よっしゃー！さあ、バイユールくん、もう、受からないね。さあ、モロハの続きの、ね、精度も、今のところ、いい感じではありますが、さあ、ここで、ウーラオスが出てくる。ウーラオスもね、あいつ、そういう感じ？オッケー、じゃあ全部当てないこれ、当てないのは悲しいね。まあ、大丈夫です。ダダリンがいるから。いや、これはいける。はい。これで、ダダリンが今回、なんと、ゴツゴツネットを持っておりますので、これで水流レンヌが飛んできたら、最後ですね。オッケーいいめちゃくちゃいい今のところオッケーで、これで、ゴツゴツネットで相手のタスキを潰していきます。はい。いや、非常にですね、来てますね。完璧じゃん。で、ここはね、ダダリンは、最悪、失っても全然問題ないから、ここはもう、アンカーショットでいいか。アンカーショットで相手逃げれなくするっていう特性もあったりするので、まあ相手がここで大ジェット決めてくださるのであれば、まあボス後がダイマックスすることになるかな。はい。まあなので、別にここは相手ダイマックスしていただいて僕は結構アンカーショット打ちます。交代してきましたね。はい。ハピナス！さあ、これによって、ハピナスはもう逃げられなくなってしまいました。で、結構防御振ってるね。まあ、防御振ってることも分かったし、で、これ相手逃げられません。逃げられないので、これで、再び、ボスゴドラを出すことによって、はい。まあ、相手はここは、もう卵見安定場面なんで、まあ、これは全然いいんですけど、冷凍ビーム！怖い。やめて！よしいいよ。今のところ全然いいよ。さあ。当ててくれる。オッケー。これでうつろいとの通りがバカみたいに良くなったんで、
はい、これで、あとはですね、適当に、やっていきましょう。はい。まあ、多分ここ、バイユールからくんが、バイユールこちらにちょっと眠るとちょっとめんどくさいけど、まあ、ここはもう、モロハでいいですね。はい。これもう一回当てて、もう一回当てて。ハチマキボスゴドラがめちゃくちゃ刺さってる。オッケーいや、ちゃんと命中通りだね。5回中4回ちゃんと、命中させてくれるということで、いや、もう、非常に、頼もしい。で、あともこれ、ウツロイドダイマックスさせて、まあ、これでもう、勝ちなんじゃないかなと思います。本音を言うと、これは多分、ポイントアップとかで、ちゃんと PP は増やしていくべきですね、これね。はい。まあ、増やすべきでしたということで、悪あがきが飛んでくる。さあ、ハチマキ。ハチマキの悪あがきが思った以上にダメージが入っていて、僕はめちゃくちゃびっくりしてます。はい。ここはまあ、相手ダイジェットしてくるのかな？あ、してきましたね、ここね。ちなみに、ここ、ダイナックルが来てくれるんであれば、ウツロイドが大草原打って勝ちです。はい。だから相手はね、ここね、結構、選択限られてくるんですよね。ダイジェット打ってくるんだったら、まあ、ザダリンをダイマックスさせる道で一応考えてはいるんですけど、あ、ダイナックルだったらこれも、ウツロイドでいいですね。はい。まあ、多分これで降参をいただけるかなと思います。はい。なんか相手のウーロスがこだわりスカーフっぽかったんで、はい。まあ、これで負け筋はだいぶ減らしたんじゃないかなと思います。いや、結構丁寧にいけたね。皆さんどうですか？ボスモードだっていうと、やっぱり頑丈岩の味方とかのイメージがめちゃくちゃ強いかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それだけではないっていうことが、まあ、これで、まあ、ご理解いただけたのかなと僕は思います。はい。まあ、大草原でいいか。はい、そういうことで、対戦、ありがとうございました。いや、いいですね。いや、めちゃくちゃいい試合取れたわ。いや、なんかこういうね、この、近伝がいない、こういう純粋なポケモンバトルを久々にしたかった。ずっと進化前ポケモンばっかりいて、なんか、あんまフラットじゃないなと思ったけど、今回めちゃくちゃフラットな試合取れて、楽しかったな。さあ、対戦よろしくお願いします。選出は、ボスゴドラ、ダダリン、ギギアルの、この3匹で戦っていこうと思います。さあ、今回はボスゴドラということで、こだわりハチマキモロハの頭突きを、気持ちよく、ぶち込んでやりたいですね。韓国語。エルフンから来た。エルフンは、まあ、これはね、まあ大丈夫かな。はい。ね、まあ、ウツロイドを今回ちょっと選出はしてないんですけど、まあ、今回ウツロイドを避けた理由っていうのがこういうところですからね。はい。ワンチャン相手ゾロワークの可能性も全然否めませんから。まあ、これはこれでいいというわけですね。身代わりから来るということで。これは僕ちょっと嫌なんですけど、これちょっと PP 切らされるの嫌だな。今回。こだわり系のメリットって、火力とか素早さを無条件投げれるところなんですけど、同じ技しか使えへんからさ、これ。マジで、困り者。はい。で、相手はここで、ヤードリギの種を仕掛けてくるか、コットンガードを積んでくるかで、また話が変わってくるというわけですが、無限に身代わりをしてくるのは非常に嫌ですね。で、まあ、こいつはモノホンのエルフンであることは間違いない。あと僕は今、久しぶりに、朝に、平日の朝に動画撮影しているので、このエルフンの、クソ沼泥耐久型が、これが定時までに終わってくれたらいいなということを僕はひたすら祈ってます。はい、まあ、それだけがめちゃくちゃ怖いですね。で、チラッと見えましたが、アイアンヘッド PP15 だったんで、これはなんとかなりそう。相手なんか無限に身代わりしてるけど、おい、どんだけ、ちょっとやめてやめていや、こっちの方が戦局有利なことは間違いないけどさ、ちょっと待って。お、定時が刻一刻と迫ってきてんねんと、頼むわ、もう。早く試合終わらさせてくれ、ここ。電車乗らなあかんねんからさ、ちょっと。アンコール。こだわってるんで全然アンコールしてもらっていいっすよ。あれは、そういうことで、コットンガード、ヤドギを種で、無限にはめられかねない、エルフーンを突破することができたので、これは非常にありがたい。さあ、そういうことで、次は誰が出てくるんでしょうか。ザシアン来ましたね。ザシアンはね、ここ、研磨してきたら結構やばいんだよな。いや、ま、ここ、巨獣山の可能性もあるし、インファイトだった場合は、いや、むしろありがたいから、ここ、アイハンヘッドで今もう、研磨してくるのが一番やばいから、ここ。オッケー、巨獣山。これは一発耐えますね。はい。
OK、巨獣さんがここで来ることが分かったのはでかいですね。さあ、じゃあ、ここはひたすらアイアンヘッドで。いや、強いわ、これいや、これは強い。ハチマキ、いや、これ半分持っていけるのはね、ガチで強いわ。OK、これで多分ダダリンの、自信圏内に入ったと思うのに、ゴツネプラスの。はい。なので、これは、非常にありがたい。で、最終的に、誰が出てきたとしても、ただとギギギアルで詰めていけると思うんで、はい。まあ、それでもう、コンビネーションズ決めて、終わりなんじゃないかな。はい。そういうことで、終わりが見えてきましたね。はい。ありがたいことに、だたりに行きます。まあ、でもあれか、ウルガモスが、蝶の前一回でも決められたらスレスレでやばいのか。炎の前されるも結構やばいよね。そう考えると。だから、ここで一番安いのが、バンギラスなんですよ。あと、ドラパルト。その辺が一番安いやつらで、あ、ギョルザオッケーオッケー。これは耐えます。だから、ウルガモスだけやめて、ここ。いや、僕のパーティーね、ウルガモス刺さってるんですよね。だから、それがね、結構、嫌なんですけど、そうなった場合は、ダイマックス決めに行く方がいいのかな。いや、むず。ガチでむずい。ガモス以外、ガモス以外、頼む、蝶々以外。頼む、ここ。めちゃくちゃ大事だから、ここの展開。あの、場合によってここダイマックスだからね。アバンギラスだってよかった。でも、バンギラスっていう安心感ね。まあ、バンギラスは、これは、竜舞型が一番やばいか。持ち物チェックかねっていうのはポルターガイスありなんだよな。いや、でもここアンカーショットでいいと思います。竜の前してきたら、やべ、ちょ、弱点 OK もしかして。それも結構だるいんだけど。やめて、ここ。弱点 OK はダメだからね、ここ。よろしくね。いや、皆さん、バンギラスの素早さ、ご存知ですか？そこまで高くないんですよ。そう。ワンチャン、この、ギギギアルが、耐えれる可能性がございます。はい。ギギギアル、実はこう見えてですね、結構能力値が高いポケモンなんですよ。だから、それを皆さんに僕は、まあ、お見せできたらいいかなというふうに考えています。はい、そういうことで、ギギギアル！ダイマックスやいや、お前なら耐えることできる。ダイアースね。ダイアースも、たかだか威力がそんなに大したことはない。だから、ここはギギギアルよ。耐えるだけ耐えなさい。アークは耐えるよ。おい、舐めんじゃねえぞ。それは耐えれるわ、バカ者。よっしゃあぶねえ。なんで相手ダイヤースなんやろ。風船持ってるって思ったんかな。ああ、ちょっと、なんかギギギアルって風船持ち有名やからな。うわ、じゃあアイテム確認し忘れたわ。ああ、もうなんかもう攻撃さんなんか上がってるし、もう代役でいいや、みたいな。残念。ギギギアルは防御が高いポケモンなんですよ。だから皆さん、ちゃんとギギギアルの着地タイミングで風船を持ってるかどうかを確認しましょう。今回の戦績は5勝5敗の勝率 50% で収まりました。使ってみた感想ですが、まあ、クローバトリックスと日食レッグオズメの入りのパーティーには、まあ、まず勝つことできなかったですね。あとは、クローバトリックスプラス鋼タイプ入りのパーティー、まあ、例えばザシアンとかですね。その辺の組み合わせとかも、もう 10% も勝てないですね。はい。まあそんな感じで、この、尖りすぎてるんですよ、今回の構築っていうのは。だから尖ってるんで、そう、強く出れる相手にはめちゃくちゃ勝つことはできるんですけど、もう弱点つきまくれる相手の構築だったらもう本当に勝てないみたいな。まあそんな感じでした。まあそんなもあって、まあ今回は、このギギギアルの弱点保険型が結構面白かったんで、ぜひともこのポケモンを皆さん使ってあげてください。あとは、この、カチコールのアラレとオーララベールのイバンのみコンボ。まあ、これはなかなかに優秀だったんで、こちらもぜひとも皆さん真似ていただければと思います。そういうことで皆さんここまでご視聴ありがとうございました。気に入りましたらここから高評価やチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。